第一型潜水艦は日本海軍の潜水艦の艦級、ホランド型とも呼ぶ、同型艦5隻。日本海軍潜水艦の第一号。日露戦争において、ロシア帝国側が潜水艦を持っているという情報があり、日本海軍も対抗のために発注された。まだ潜水艦建造のノウハウはタイムだったため、アメリカのエレクトリックボート社が建造した。 潜水艇を分解して輸入、横須賀海軍交渉で再び組み立てた。5隻が発注され、すべて1905年に竣航した。ちなみに、このホランド型潜水艦は、アメリカ、イギリスなど、当時の各国で採用されている。日露戦争終結前後の完成のため、戦歴はない。同警艦5隻は、第1潜水艇隊を編成した。 全艦1921年に除籍された。春工当初、艦艇としての独立した潜水艦の類別はなく、水雷艇の一類別として、潜水艇は分類された。1905年12月12日、潜水艇は艦艇の一種として独立した類別となる。1916年8月4日、潜水艇に、東急の種別ができ本型は二等潜水艇に類別。 1919年4月1日、潜水艇は潜水艦に解消し同時に、東急3島を新設、本型は3島潜水艦となった。第1潜水船体の各艦。左から右へ第1から第5潜水艇。ホーランド型潜水艦艦型略図。ありがとうございます。